多忙を極める生活の中でささやかな休息が必要な時に必ず訪れてほしい場所があります。礼と義を重んじる真の精神を基盤に据えた趣と品格漂う都市安東をご紹介いたします。テベク山脈とナクトンガンの持つ豊かな自然の恵みを一身に受けるアンドンは、キョンサンプクトの道庁所在地で、都市全体が悠久なる歴史を有しています。数百年前から現在までの悠久なる時間の流れの中で育まれてきた歴史や文化を、アンドンの持つ華やかしい見どころや豊かな観光資源を通して体験することができます。アンドンを訪れれば、世界的にその価値を認められた3つものユネスコ世界遺産に出会えます。1番目の世界遺産はアンドンハフェマウルです。ハフェマウルはナクトンガンが村を囲むように S 字型に蛇行して流れており、2010年7月その保存価値を認められユネスコ世界文化遺産に指定されました。ハフェマウルのトレードマークであるハフェ仮面は芸術的価値を認められ国宝第121号に指定されました。2番目の世界遺産は韓国国学振興院が保有している儒教雑版です。木版100万枚収集運動をはじめ門中異物帰宅運動を推進してきた結果、2015年ユネスコ世界記録遺産の登録に成功しました。2018年6月、アンドンハフェマウルに続いて、ポンジョンサがユネスコ世界文化遺産に登録されました。ポンジョンサは、法王が留まっていたという伝説が残っており、その美しさはもちろんのこと、完璧な保存状態を誇っています。そのため、各国の国賓の来訪が相次いでいます。1999年、イギリス女王エリザベス2世の来訪を皮切りに、2018年、韓国のムン・ジェイン大統領は休暇先としてポンジョンサを選びました。ムン・ジェイン大統領が2017年のファンボクチョルの祝辞の中で、ノブレス・オブリージュの象徴として挙げたのがインチョン学です。2016年、国会議員時代にはインチョン学に足を運ばれ、3時間余り試作にふけり戻られるなど深いインスピレーションを受けた場所だと言われています。インチョン学は韓国の初代国務領を務めた即中イーサンヨンの成果であり、9人の独立運動家を輩出したコソンイー氏の総宅です。アンドンは過去の色合いをはっきりと保っているため、昔ながらの余裕と趣がそのまま残っています。トサン書院はその代表的な場所です。トゥエゲイワンを称えるために1574年に建てられた後、フンソンデーウォン軍の書院撤廃令を逃れ400年以上にわたって保存されてきました。儒教の都市であるアンドンは清潔かつきれいな保存に励むと同時に、次世代に遺跡以上の文化を継承するために努力しています。その代表が韓国精神文化のルーツである儒教文化のストーリーテリングを行い建設された世界唯一の儒教文化テーマパーク儒教ランドです。16世紀への時間旅行を通じて韓国の文化がどのように形成されたのか、豊富な見どころとともに直接儒教を体験することができます。またソブリに位置するソンソンヒョン文化団地は昔の姿をそのまま再現し、儒教文化の体験型観光団地として脚光を浴びています。ソンソンヒョンでは古宅の深い情緒を味わい、アンドン湖の水面に設置された水上デッキでは美しい風景を眺めながら水の上を歩く楽しさを感じることができます。アンドンの魅力は伝統的な風景だけにとどまりません。若者の間で夜景スポットとして人気のウォルヨン橋があります。豊富な見どころとともに観光客の心と舌を満足させてくれるアンドンの郷土料理をご紹介いたします。アンドン郷土料理は韓国の伝統食文化を代表するものとして、現在その価値が見直されています。
一つ目の安藤の代表料理はチンパクです。朝鮮時代、豊かな村であった安藤の死体ふけでお祝い事があるたびにもてなされた鶏の蒸し焼きに由来しています。醤油ベースの甘辛い味が特徴です。二つ目は安藤塩サバです。内陸地である安藤までサバを運び、塩蔵して食していた伝統的な方法が現在まで受け継がれ特産品になりました。三つ目は安藤焼酎です。こちらもまた安藤の伝統的な手法で酒を仕込み、飲んでいた風習が現在まで受け継がれ、安藤を象徴するお酒となりました。柔らかい喉越しとさっぱりとした味わいが絶品です。静かな昔の風情にゆっくりと浸った後は、安藤では外せないもう一つのコースを楽しみましょう。安藤の四季を豊かに彩るさまざまな祭りです。安藤では四季を通してさまざまなお祭りが開催されています。冬に開催される安山氷祭りでは、ワカサギ釣り大会、アイスクライミング体験、民族遊び、氷そりなどを楽しむことができます。そして春には、安藤春の花祭りが開かれます。華やかな桜の幹とその香りが壮観を極め、観光客の足が途絶えることはありません。秋には安藤国際仮面舞フェスティバルが開かれます。韓国の伝統仮面舞はもちろん、マダン劇、海外の仮面舞など多彩な公演が繰り広げられます。安藤は韓国固有の文化を保持しながらも、新たな変化や違いを受け入れ、さらなる発展を遂げています。安藤市は伝統を保存しながらも、そこに現代の時を重ねていくことで、新しいコンテンツとして発展させています。韓国の精神のルーツであり、韓国歴史の生きる証として、今後さらなる飛躍を目指します。